ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ初日、2日目、茨城ゴルフクラブ東コース、茨城県、6665ヤードパー72。国内メジャー今季初戦が開幕した、茨城ゴルフクラブ東コースで120人が出場する大舞台。年間女王を占う上でも大事な一戦がここから熱を帯びていく。 西コースで行われた昨年大会は吉田優里がメジャー初制覇を飾った。今季は米国女子ツアーに主戦場を移し、今大会は欠場している。母前組の選手が続々とティオフ、初優勝からの2勝を飾りメルセデスランキング1位につける武田レオ、米ツアーからスポット参戦、する古江彩香。 2年連続年間女王に輝いた山下美優は午前8時に10番からスタート。いずれも出だしをパートしてコースに飛び出している。古江と同じくマイツアーから参戦する21年大会覇者の西村優奈と勝みなみも10番からティオフ。ボギーが先行している。メジャー初制覇を目指す上田桃子、シンジエ、韓国、岩井明愛、原里からは午後組でプレーする。